あなたは偽りの自分を一人で演じていませんか？自分と一緒に本当の他人を演じていませんか？子供アニメ声優教室、子供アニメ声優教室ツイキャス、この時間は子供アニメ声優教室の DJ ゴータ中学2年生がお届けします。まあね、本当にコロナウイルスも本当一回収束したかと思えばまたさらに増えちゃったんでね、本当にびっくりです。本当にまあ、で本当にコロナウイルスの休業中の何て言うんだろう、自粛期間中、多分学校がほとんど休みだったと思うんですけど、皆さん自粛中何してましたか？僕はもうずっとゲームと漫画と学校の課題しかやってませんね。本当にゲームもまあちょくちょくやって、勉強もちょくちょくやって、それが一番だと思います。はい、本日のトークテーマは、はい、鬼滅の刃ですね。本当にもう鬼滅の刃最近もうブームをね、巻き起こしてるものなんですけど、まあ今回はね、鬼滅の刃について話していけたらいいなと思ってます。じゃあね、まあ本当まず鬼滅の刃といえば、まだアニメから始まったんで、漫画について話しとしてたら、まあ結構漫画今単行本だと20巻出したなったら21巻発売されて、まあ、僕一応単行本の方は全部持ってるんですけど、まあ、好きなキャラ、まあ、急に話変わっちゃうんですけど、鬼滅の刃で好きなキャラっつったら、まあ善逸かな。善逸、そのアニメの方でもめっちゃかっこいいし、漫画の方でもめっちゃかっこいいので、まあ善逸を選びましたね。はい、まあ、善逸何が好きかっていうと、なんかね、ほんと普段はなんか頼りがいのないけど、いざとなるとめっちゃ頼りがいのあるのが一番かっこいいやつですね。はい、でじゃあ次、好きな技ですね。僕が、まあ、好きな技で、まあ、さっき僕が好きなキャラっつった善逸の技なんですけど、雷の呼吸七の方、まあ、七の方のほの雷の神っていう技なんですけど、その何がいいかっていうと、めっちゃかっこいいんですね、そのほの雷の神っていう技が。まああのあれですよ、あのアニメでしか見てない人にはわからないのかもしれませんけど、めっちゃかっこいいです。多分アニメの続編も多分出ると思うので、もう本当に見てください、その雷の呼吸の七の方、絶対に見てください。本当にめっちゃかっこいいから。で本当その技が何がいいかっていうとね、雷の呼吸、あ、いや、その次に行こう。まあ、どのシーンが良かったかですね。上弦の、どのシーンが良かったかっていうと、上弦の6対善逸です。本当に、善逸しか言ってないんだけどね。まあ、そう、上弦の6っていうのは、まあ、本当に、鬼の中でも、ボス、鬼のボスより、一つ下で、なんて言うんだろう、上弦、の鬼っていう普通の鬼よりもめっちゃ強い版の鬼です。鬼のことですね。はい。で上弦の、まあ結構いるんですけど、上弦の中でも僕はその上弦の6っていうやつ、6体善逸のシーンがね一番良かったです。その理由としましては、上弦6ってもともとはその善逸の師匠だった人の師匠、その上弦6はもともとは人間で、その善逸と同じ師匠だったんですけど、善逸はまず技としては雷の呼吸1の方霹靂一閃と七の方炎雷の神しか使えないんですよ。でもその上弦の6のやつ鬼は、あの善逸の以外の、つまり言うとしたら2から6までの雷の呼吸の技が使えると。まあなんていうの、普通だったら勝ち目ないじゃんみたいな思っちゃうじゃないですか。そのなんていうんだろう、七の方、ほのいかずちの神が出るまでは、本当に僕もそう思ってましたね。はい。で、ほのいかずちの神は、七の方ってことは、六の次の方なんですよ。で、上弦の六の元人間だった時は、二から六は使えたんですけど、その一だけが使えなかったんですね。その一のだけ使えなかったけど、善逸は一だけできたっていうね。で、まあその上弦6対善逸の戦いで、善逸が7の型をね、まあ作ったっていうか、まあ
自分で編み出してっていうか、普通に実は考えて七の型を作った、まあ、そこは詳しくは知らないんですけど、まあ、七の型ができるようになったというね。でめっちゃその本当に漫画で見た感想なんですけど、めっちゃかっけえ、本当に白黒でもわかるかっこよさなんですよ本当に。だから漫画をね見ることもねおすすめしたいですね。アニメでねそのシーンを早くで見たいですよ本当に。画質綺麗だからね。でまあ次じゃあ10月映画がやるじゃないですか、その鬼滅の刃10月映画効果が発表されました。まあでもね僕も早く見てみたいですよ。その漫画では一応まあその映画の内容は大体知ってるんですけど、まあね見てみたい声とかねいろいろね、煉獄さんがねどんな技出して、いや技は出してんだけど、まあ、そのどんなねやり方で技出してどこまで進むのかすらまだ映画はだって一番最初の予告編ぐらいしかまだ出てないので、本当に全部見てみたいですよね本当ね。まあ10月の映画やれるといいですよ。てかやれるっていうかまあいけるといいですよね、どっちかっていうと今の状況で考えたら。はい、でじゃあ次に漫画で自分でどこの巻が良かったかとかあるんですけど、僕一番おすすめしたい巻は17巻。もう本当にさっきの善逸の話、上限の6体善逸で、アニメしか見てない人はここからネタバレはもう特等に入ってるんですけど、まず無惨の何て言うんだろう、その無惨を追い込めたんですけど、なんかちょっと最後の最後までなんか戦えなかったっつって、無限城っていう場所に行くわけですね。その、鬼が、上限の鬼がたくさんいる場所に行って、バラバラに別々に分かれてその上限の鬼たちをどんどん倒していくんですが、まあね、それ17巻っつったらもう僕が本当にね、さっきからずっと話して善逸対その上限の6がちょうどある巻で、いやね本当に過去結構やばいんですよ本当にね。過去が上限の6とかその善逸の過去がね本当にやばい、泣きちゃうぐらいやばいですね。はい、だから僕は17巻をねおすすめしたいと思います。じゃあ次、好きな敵キャラですね。好きな敵キャラ、まあ、鬼っちゃ鬼なんですけど、鬼の過去もいろいろあるわけじゃないですか。まあね、だ上限とか下限になるにつれめっちゃ過去がね出るわけですよ。まあ、特に過去が悲しかったのはあれかな、上限のなんかを捨てちゃったんですけど、赤座っていう上限の鬼なんですけど、そうね、上限の鬼ね、何が悲しいかっていうとさ、もともとは人間でボスか鬼にしたって感じなんですよ。その、はい。で、その上限赤座がなぜそんな悲しいかというと、まあね、まあ、ここからマジネタバレ入るんですけど、本当はね、その結婚する、その元人間だった時に赤座は結婚する嫁がいたんですけど、井戸になんか、昔の話だから井戸から水を汲むとかそういうのなんですけど、井戸から水汲んで、その中、井戸の中に毒が入ってて、その嫁さんがそれを飲んで、まあ死んじゃったわけですよ。それで悲しくなった赤座が強さばかりを追い止めて、結局鬼になっちゃった。そういう過去がね、本当に、めっちゃ泣けるキャラがもう本当に赤座です。で、皆さん赤座押してください。はい。まあ明日、終わりになっちゃいましたね。本当に。あっという間でした。まあ本当に鬼滅の刃はまだまだ多分全然面白くなると思うので、映画とかもアニメとかも本当に面白いの見てください。まあすごくね本当に鬼滅の刃はいい漫画なので本当に見てください。まあね本当自粛期間中なんか部活動とかねめっちゃ話変わるんですけど、部活動とかいろいろ大変なことがあると思うんですよ。その体がなまっちゃったとか、まあそういうのにもね打ち負けずに頑張っていけたら僕は本当にいいと思います。でちゃんと勉強もねしつつ、テストとかねあったら、まあ、皆さん頑張ってください。じゃあさよなら。3、2、1、バンジー。落ちるだけ落ちたらあとは登るだけ。子供アニメ声優教室。